ルーベンスの偽側、堀辰雄の短編小説。堀が自ら処女作と呼んでいる作品で、21歳の時に過ごした軽井沢での美しい印象を主体にして、恋愛心理を分析的に描いた作品である。夏が終わりつつある高原の避暑地を舞台に、密かにルーベンスの偽画と名付けて恋したっている。彼女と死生をした蝶のように美しいお嬢さんへの交錯した青年の恋愛の心理を綴った物語。関係が思うように進まない自分の目の前にいる少女と思い描く理想の心臓の少女への恋愛心理の分析や意識の流れが堀独特の特徴的な美しい文体で描かれている。ルーベンスの偽側、堀が初めて訪れた軽井沢の鮮烈な印象とその2年後の夏に滞在した思い出を美化して作品化したものだが、堀は自作についてボードレールの散文詩、スープと雲のようなものへの思いを凝縮させてなったものが、ルーベンスの偽画であるとしている。1927年、雑誌、山眉2月号に初稿が掲載され、1929年、雑誌、創作月間1月号に、その開稿が掲載された。翌1930年、雑誌、作品5月号に定稿が掲載された。初稿の改稿版は、1930年7月3日に、改造者より刊行の処女作品集、不器用な天使に収録され、完成された定稿版は、1933年2月1日に、江川書房より単行本刊行された。文庫版は、講談社文芸文庫の風立ちぬ。ルーベンスの偽画、新潮文庫の燃ゆる方、聖家族、岩波文庫の直子、他5編に収録されている。19歳の堀辰雄は、室生再生に伴われ、1923年の8月に、初めて軽井沢を訪れ、その西洋的な地で、偉人さんたちと、異国語ばつかりのハイカラな雰囲気に心ゆくまで浸った。堀は、その翌月9月の関東大震災での母の水死を経た後の10月に室生再生から芥川龍之介を紹介された。堀はその2年後の1925年7月9日から9月上旬まで軽井沢に部屋を借り、芥川龍之介や室生再生、萩原朔太郎、松村峰子一家、尾穴隆一、佐々木もさくらと軽井沢の夏を満喫し、その地での印象を主体にして、ルーベンスの偽画を書き上げた。堀は、自作について、この夏のことを取材して美化して小説化したものと述べている。なお、ルーベンスの偽画の初稿から開稿までの間には、師であった芥川龍之介の自殺があるが、堀は次のように述べている。私はこれを1週間ばかりして書いてしもうと、どうもまだ仕上げが十分でないと思ったけれど、とにかく自分の作品らしいものが初めてできたので、嬉しくてたまらず、私は早速その原稿を持ち手、芥川さんと室生さんのところへ行ったものであった。そして、これが芥川さんに原稿を読んでいただいた最後のものとなった。堀辰雄、ルーベンスの偽画に、主人公の彼は21歳の堀自身で、彼の知り合いの彼女母子やお嬢さんには松村峰子と、その娘の房子がモデルとなっており、堀は房子に片思いしていたとされている。同じく、松村峰子母子がモデルとなって登場する、聖家族は、このルーベンスの偽画の完成の上に立って書かれた作品となっている。堀辰雄の文体には、フランス文学のエスプリヌーボーの作家たちの影響があるが、堀は、ジャン・コクトー、レーモナディゲ、アンドレ・ジットなどのフランス心理小説の影響のもとに、意識の流れの手法を用いて、創作を行った作家であり、処女作のルーベンスの偽画は、その先行的なもので、リアリズムを乗り越えようとする、新しい新心理主義の作風となっていると、池田博明は解説している。堀は、アンドレ・ジットの偽金作りの言葉を引用しながら、次のように述べている。小説を小説で荒らしめるためには、ただそういう詩との混合を避けるばかりでなく、小説に特有でない、あらゆる要素を小説から取り除く必要がある。一例を挙げると、筋とか事件とか風景などは、すでにシネマの領分に行っている。それらのすべてはシネマに任せてしもうがよい。堀辰雄、小説の危機偉人の行き交う晩夏の美しい避暑地にやってきた。彼が片思いしている。彼女の顔はクラシックの美しさを持ち、そのバラの皮膚は少し重たげで、彼は彼女をこっそりとルーベンスの偽画と呼んでいた。別荘に母親と過ごしている。彼女を訪ねた。彼は彼女たちと浅間山のふもとのグリーンホテルまでドライブに行き、バルコニーの下の屋根を彼女と歩いたりするが、関係が思うように進行しないことに焦燥を感じていた。その翌日、彼は一人で本町通りをブラブラしていると、見覚えのあるお嬢さんが見えた。彼女は毎年この避暑地を訪れる、ある有名な男爵の令嬢だった。彼は去年、このお嬢さんがよく峠道や森の中で馬に乗っている姿を見ていた。彼女の周りにはいつも何人もの混血児の青年たちが群がっていた。彼もこのお嬢さんを入れ墨をした蝶のように美しいと思っていた。お嬢さんは去年付き合っていた混血児の青年を振って、今年は上品な様子の貴族的な青年とロッジに飲み物を飲みにやってきた。ロッジで冷たい牛乳を飲んでいた。彼はお嬢さんの声を初めて聞き、自分の思い描く心臓の少女である、ルーベンスの偽画の声にそっくりだと感じた。青年と談笑するお嬢さんの高らかな笑い声を聞きながら、ロッジを出た。彼は二人が乗ってきた自転車が草の上でハンドルを絡ませて倒れているのを見て、自分の体の中にいきなり悪い音楽のようなものが湧き上がるのを感じた。悪い音楽。それは彼を受け持っている少し頭の悪い天使が、時々調子外れのギターを弾き出すのに違いなかった。彼は自分の受け持ちの天使の頭の悪さにはいつも並行していた。彼の天使は彼に一度も正確にカルタの札を分配してくれたことがないのだった。暗闇の中を一組の西洋人のカップルが腕を組んで歩いているのをすれ違いざまに見て、一人きり取り残された時も、彼は気味の悪いくらいに興奮し、死にたいような気になった。そういう気持ちは悪い音楽を聴いた後の感動に似ていた。彼はそんな気持ちを振り払おうと歩き回り、小径に出ると友人に名前を呼ばれた。友人はカンバスに向かっていた。友人はここの空気があんまり透明で、遠くの木の葉もはっきり見えてしまうので、絵が逆にうまく描けないと言った。友人は書きかけの風景画を抱えて明日東京へ帰ろうとしていた。友人とホテルで話しながら、彼は自分もまた数日したらおそらく書きかけのままになるであろう。自分のルーベンスの偽画を携えて再びここを立ち去るより他ないのだろうかと考えた。午後、彼は友人を見送ってから彼女の家を訪ねた。夫人から彼女を最近撮影した写真を2枚見せられて、彼はその1枚を空想の中のルーベンスの偽画にそっくりだと思った。彼女と夫人から離れている間、彼は彼女たちにたまらなく会いたく、そのあまり彼は彼のルーベンスの偽画を自分勝手に作り上げてしまうのだった。すると、今度はその心臓が本当の彼女によく似ているかどうかを知りたがり出す。そして、それがますます彼を彼女たちに会いたがらせるのだった。しかし漠然ながら自分の前にいる少女とその心臓の少女とは全く別な二個の存在であるような気もしないでもなかった。ひょっとしたら彼の書きかけのルーベンスの偽画のヒロインの持っているバラの皮膚そのままのものは今彼の前にいる少女に欠けているのかもしれないのだった。夕暮れになり、彼はホテルへの小径を帰っていくと、木立の大きい栗の木の枝に何か得体の知れないものが登ってしきりに揺すぶっているのを見た。彼はふと少し頭の悪い自分の受け持ちの天使のことを思い浮かべながら、それを見上げていると、浅黒い色の動物がその木から飛び降りてきた。一匹のリスだった。バカなリスだなと思わずつぶやきながら、彼は去ってゆくリスを見つめていた。堀辰雄の諸女作である、ルーベンスの偽画は、聖家族の序曲的な作品であり、堀の特徴的な文体がよく現れている作品であるが、三島由紀夫は、堀のその文章の特徴について、まるでどの文章にも、堀辰雄という印鑑が押されているように誰の目にもすぐ、わかる特徴を持つとし、作家が、これほど特徴のある文体を持つことは、作品の世界を狭くする危険もないではないが、堀氏はそれを堂々と押し通して、長く、病床にありながら、自分の芸術的世界を守り通した、稀有な作家だと評している。そして、三島は、作中の彼女の顔は、クラシックの美しさを持つていた、から始まる有名な二段落をその特徴的文体の一例として引用しながら分析し、堀がフランス文学のエスプリヌーボーの作家たちの影響を受け、その文章が一見まるで日本文学の伝統から遠いように見えながら、堀が後年傾倒した王朝女流日記の文体よりも、むしろ狂歌のような作家の文体に近いとし、その類似性を自分の気に入ったものだけを取り上げて、自分で美しいと思ったものだけに筆を集中しながら、自分の気に入った言葉だけでもつて、美しい花籠を編みますと表現し、堀の文章は、一見、フランス的な明晰さを持っているように見えながら、そこに、恐ろしい強さはなく、明晰さに仮装された感覚の歌であると解説している。池田博明は、堀が、アンドレ・ジッドの小説に特有でないあらゆる要素を小説から取り除くという理念やレーモン・ナディゲの言うロマネスクな心理学としての心理小説を書くことを意図して自身も純粋小説を目指し古典主義の原理に従って作品創作していたことを解説しそれに関連させながらルーベンスの偽画の主題もアンドレ・ジッドの偽金作りの作中の言葉である愛する者は愛している限り、また愛されたいと願っている限り、自分のありのままの姿を示すことができない。のみならず、相手の姿も見ることができず、その代わり、自分が飾り立て、神として祭り上げ、創作した偶像を見ているに過ぎないという考えに影響され、それを取り入れていると考察している。そして、池田は、ルーベンスの偽画は、ジッドの偽金作りより、はるかに小規模作品ではありながらも、現実世界と現実から我々が作り上げる表象との間の競合ということが根本主題となっているとし、そこには諸人物の現実から作り上げる表象が現実そのものと構想して崩れてゆく過程が描かれていると解説している。ありがとうございます。